おいしい,お,い,しいお食事の時間だよみんな仲良く食べるよ確かに個人的にはホルモンすごい好きなんだけどこれはちょっと生々しすぎるしてかなんでこういうカビに侵されちまったらさういって。 うん、カビに侵されちまったらなんかね、こういう <laughs>、下手者を食うことになっちまうんだろうね。はい。ということでね、こんにちは、ブルーホースです。バイオハザードブンね、あの、パート2かなやっていこうというふうに。まあ4時間以内の間ジャックがいろいろ喋ってるけど、もう、あの、むしむし。は <laughs> 近い近い近い。あ、臭そう。だめだ、む <laughs>、はい、で、えっと、まあ、とりあえずバイオブンやっていきましょう。はい。ん で、まあ、前回パートも話した通りですねあの4時間クリアっていうのを目指していきたいというところではございますがうーいやーはい、やーもう本当にあのねバイオハザードの中で一番なんだろうなこういろんなさグロテスクなシーンとかそういうのあったりするけどこれが一番ちょっと許せないかもしれないねあの許せないっていうか,かう個人的にちょっと受け付けられないかなっていうそんな気がするところポイントうー近いチカチカチカーまたさつが嫌いだ これでも操られてるふりはしているけどルーカスっても、まあ、ともとは心優しいサイコパス人間だから、まあ、心優しいとサイコパスがイコールになるっていうことはちょっと考えにくいけど、うん、でも親子でこうやって食事とってるってことはなんだかんだジャ,ックとルあのジャックとマーガレットのことはまあ好きなのかな、うんまあ、ただそのエブリンに操られるのはなんか気に食わねえからへへへみたいな感じかな さて、じゃあやっていきましょうか。ちょっと4時間以内にクリアを目指していこうと思うんだけど、まあちょっとくらいのね、寄りおばあちゃん。ちょっとくらいの寄り道はね、あの、しながらね、進んでい行っても大丈夫なんじゃないかなと思うから、まあ、あの、飛ばせるとこはサクサクっと飛ばしててね。あ、このとこにあるんだ。えぇ、ー。で、えっ、ー、と、ルイジアナ3人、行方不明。うん、よし。で、先に拾っておくべきペット。 拾っておくべきものは拾っておう,うえ。うえ。焦げてる。冷蔵庫に入れてんのに何だん焦がしてんねんって話だよね。よし。で、カチャコンとで、こっちは、なんか、あ、なんか、ごめんなさいパソコンで今遊んでるんですけど、めちゃくちゃ重いね。ごめんね。うん。めちゃくちゃ重いけど、まあまあそこはいいでしょう。で、えーと、これで、来るよね。 めっちゃ覗いてるよね。でもそっち確か中庭じゃなかったっけかなさて、ちょっと前回はね、あのね、ここでね、ミスってね、足をちょんぎりら、ちょんぎられてしまったんで、あの、さっきプレイした、あの、さっきじゃねあの、前回プレイした時はね、だから、今回ちょんぎられないように、さっと取ってね、スッと逃げようと思うんでね、やつが中にじわじわっと入っていくところを、こうちょっと、眺めておいで。結構血管の浮き出方が半端ねえな。さて、 そそろそろクジャッ中入ってったねよし、今だ、走って、逃げる。ここ閉めとけばよかったかな。まあ、いいや。鍵を取っていって。い、e、さーん、どこいさーん。あやっぱそうか、F か。しまった、あの、前まで、疲労ボタンが、これ違ったりするから、で、こっち来てる大丈夫来て。目の前にいたよね。あ,ありがとう。とうお、どうぞ、お前、そっちに行きなって。

グロテスクバージョンじゃないからまだ開かれないで済むだけでいいけどこれこの間にドア開けない無理あ無理だね無理っぽうだねクそこんなところで無駄に時間かけてしまってかーあちょうだいちょうだいちょうだい薬ちょうだい薬ちょうだい,うだい回復薬を使うあーもうほんとこのクソじじいが ーラなんだよこの服さ元気になったらいいんだけどさあいってやばいっちょっと待ってガチャコンうちょちょちょちゅうガトあぶれセーフよしなか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 大変だけど必ずゲットだぜ閉められたぜゲートだぜいえ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 、あれちょっと待って進むべき道がわかんないあったあったこっちか 親父が本当に冗談じゃねえぜ。どこ進んでってるかわかんねえな。アンティックインゲット。うん。一枚でな、何ドル得られるんだろうね。いやー、本当にもう、大変でゴンスよ。もう、まさか足,足切られて、スピード速くないマジで。あれ、ドア閉めたつもりだったんだけど、F ボタンでドア閉めるんじゃなかったっけな。ーうーわ、くっさ、くっさ。洗濯くらいしろよ。 はい。ということでね、ここで、アルバ、あ、0、01R か。001じゃなかったね。007みたいな。言い方に、ね、なっちゃったけど。これを手に入れておいて、えっと、ちょっと待って。あー、なんか慣れないな。前回まで RE2 やったから、その RE2 とかだスペースボタンで決定とかなんかいろいろあったりとかしたからね。えっと、まあ、それはいいや。じゃあこ、これ、と。で、えっと、クラフト。クラフト。あー、こっちでできるっていうのか。あ、楽だね。 まあいいや。で、えっと、ここら辺で拾えそうなアイテムはないから。ない、なさそうだね。え,え,えまあ、なんかあの、競争弾を入れることによって、なんかマグナム並みの威力が発揮できるようになるっていう、そういう話らしいね。OK。じゃあ、鍵を外して、で、電話が鳴るから、鳴らないね。あれ電話鳴ってないね。出ようとしたら鳴るのか。 ーーーーもしもーしこちら E さんあなたの後ろにいるうしろ右上の方が先から、ね、あの電気でチカ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 チってるのすーげえだよな、ね、<laughs> んでねデンジャーデンジャー死にかけてる死にかけてるやばいやばい <laughs> さてえっ、ー、とこっちに一回行ってからえっ、ー、ととりあえず貴様をろ人形にしてやろうか赤ちゃん。でえっ、ー、と細いよねやっぱちょっと年をとったことによって丸くなったって感じなのかな。 ふてぶてしい顔つきだ。<laughs> あ、ちょっとそうだよ、ま。忘れてた、忘れてた。これあれだ。間違えてあの、クリックしちゃうと、銃ぶっ放しちゃうやつなんだ。あーもったいねえ、一発。序盤の玉ってね、やっぱりね、大切だからね。そこらへん撃たないようにしなきゃ。警察が来て、ない。ね。あれいつ来るんだろう。こっちはなんかアイテムはあんのかな。ない 特にこの部屋アイテムなすい,ーくさいーあれあれなのかなエブリンの靴だったりするのかなだとしたらなんでそんなところあってかこの家いろいろとその重複したアイテムいろいろありすぎじゃねって思うだけどなああいたいた岩乗,おいい岩乗りよ岩乗りまあまあちょっと落ち着いて確かあのー この人は救世主みたいなその立ち位置なのかなとかって思ってたけどあの実は相当なポンコツだったっていう話があるらしいねまあなんか考察によるとだけどまあいかにもポンコツっていうのはなんか分かりそうな感じもするけどねさてどうしようかなじゃあこれこのままもうやっていってとりあえず初手ジャックぶち殺すかうん。 そのクラブやっていいかもしれないよね。オッケオッケ。分かったよ。なんでも話すから。まずはスリーサイズから。百百百。ただのボンボンボン。ちょっと待って待って待って。重長大。ここで交渉が上手なイーさん。あれでもエスイじゃなかったキイさんってネゴシエーターではないよね。 まあそこら辺は、うん、いいでしょう。ポケットナイフまあこれをくれるだけまだマシでね。あれでもサバイバルナイフでいつ手に入るえじゃあもともとなのか。サバイバルナイフ持ってるのは、あれか。誰だっけミアだけか。ナイ,ナイフでどうしろってんだ。教えてあげようか。そう。お尻を突き突きする。よし。じゃガレージに行きましょう。 ガレージレース。てか、あれやね、これさ、開けたら分かるんだけどさ、あの車が1台あるじゃないですか。あれ、イーさんの車じゃないですか。イーさん、車に鍵差しっぱなしだったのかな。それを持ってきてもらったっていうことだ,だって、鍵がそこに置いてあるってこと、そうだったよね。ってこと明らかに不用心すぎない。<が>これがアメリカナイズされてるってところなのかな。は,はい。ということで、えー、咲いてみせましょう。ホトトギス。 プッシャーッキー <laughs> さあボコボコにされている間にさあくる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 急いで乗って急いで乗ってでフフフフフオッケーあちゅうそんな車車をそんな傷つけたらダメよおー保険が大変になるからねっていうことでご褒美プレイ もう一回やろうかな。ご褒美プリイでぇーんあれ食らってない。ちょっと待って、待っておいどうなってるもう一回。あーちょーオッケーまあでもこのスペースであの耐久力とかだったらね、あれ立ち上がらなくなったぞ。どこ行ったジャックジャンプジャックどこ行ったおお来た来たあようこそ ドライブするるいい車持ってるじゃねえかさすがセンスいいだろところで誰がアクセル踏んでんのこれ、うん、誰がアクセル踏んでんのアクセル踏んでんのどう見てもねその位置からのあなたの足だったらさとんでもなく長くなってるけど大丈夫だってねアクセル踏んでんのどう見てもジャックじゃないもんねこれイーさん自らの意思でやってるよねそのブルンブルンがさそ,それで運転できたら バイクなんでこれ特異にさあ感染されると自分のことを傷つけたくなるんだろうな無敵のアピールをしたくてあ梨汁さん無敵アピールしたすぎて ってことなのかなとりあえずまあこのあれはもうかの方法多分松岡修造の次に燃えてる男だと思うはい、はい。もうこれで終わりすごいよね服は燃えるけど体は燃えないジーンズは燃えないから大切なところはちゃんと隠しておきますよっていうねゲームの新設設計だねー ということで、えー、ここに落ちているアイテムをちょこちょこっと拾っていってね、えー、いきましょう。まあ、サクッと第一戦目進ませることができたからよかったんじゃないですか。はい。約1。これでもしハンドガン拾わずにぶっ倒したとしたらどういうあれになったんだろうな。ハンドゲーン。はい。じゃあ、えー、っと、アイテム特になさそうだね。よし、じゃあこのまま進んでいきませんやね。ですよね。<laughs> このライブパフォーマンス特に全然いらないんだよね。おてての位置をなんか喋ってるんだよねう。鉄の味。鉄分豊富だよそりゃそうや。で、こっち。おぉ、しょっ玉、ま。へえこのとこにあるんや。いいね。で、これで、えっ、ー、と、休館。休館じゃないのか、本館になるのか。 本館の、あれは何て言ったらいいんだろうな。とりあえず、うん、取れました。上手に取れましたー。じゃあ、ふっ。<laughs> んで、飛び降ります。痛い。あこれダメージ食らったなわけないよな。とりあえず、逃げ道。確保。開くん、早っ。 もう火が沈下してるもんね。消火剤でもぶんまけ、ぶ、ぶちまけたのかな。はい。ということでね、えっ、ー、と、一旦まあ、霧のいいところまでね、進ませることができましたので、一旦ね、えー、この辺りで終わりにしたいと思います。ちょっとアイテム整理だけして、わあもうすでに枯渇しそう。はい。じゃアイテム整理だけしてね、えっ、ー、と、本パートはね、終了とさせていただけたらというふうに思います。次回、本館をめぐって、 ていくことになるんですけど、まあ例のねまたねあの頭脳天ぶち抜いて鉄分豊富男がまた復活してくることにはなるんですけど、まあ次回パートお楽しみいただけたらと思います。ぜひねチャンネル登録ボタンとねグッドボタンを押して応援していただけると嬉しいです。ということでね、えー、本日の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴どうもありがとうございました。また次回パートをお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さようなら。バイバイ。